大崎上島のカズさん、トモオカピさん、マー君さん、シゲヌさん、スカパラダさん、ありがとう。どこお誕生日？私のところに誕生日ですっていうのないや。画質良くないの最初だけよ。知ってる。何このトップ300って。なんか前の携帯でやってる。え、今の携帯の方がいいかな。え、コメント最初まで遡ったけど、こんばんは、お誕生日ですっていうやつがない。うん、ないわ。ユナイテッドさんいらっしゃいますかね。ゆきさん、わっしょい、深夜なるみつき様さん、ありがとう。お、いた、ユナイテッドさん、誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。ユナイテッドさん、おめでとう。イエーイ、おめでユナイテッドさん、おめでとうございます。おめでとう。クマ獲得イベのギフト上位の方。あ、そうなの？方って自分のことじゃん。自分のことだけど、だけどもね。チョコチップさんも誕生日。お、チョコチップさんお誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。チョコチップさんおめでとう。イエーイ、おめでチョコチップさん、おめでとう。はい、今日は私は、え、僕からは見えないんですけど。マジ？トップ300ってついてるよ。ストーリーをいっぱい更新しました。かわいいよダイリナさん。わあ、すごい雪。セディアさん、ダダダダムダさん、アモズさん、キョウちゃんさん、ありがとう。ユンユンさん、ありがとう。ダッチャンザミチュキさん、タワーありがとうございます。みょんみょんみょん、ありがとう。あれ、ストーリーの返信使われた人って通知来るの？あ、来るんだ。だっちゃんザ、
なんか前髪の作り方教えてくださいっていうコメントがいっぱいあって、お、そんなに私の前髪いいんだって思った。ありがとうございます。ありがとう。セリアさん、庄司さん、ホーポンさん、ナオヤさん、ありがとう。前髪自分で切りますね。結構今日楽しかったことは、でも今日はお話し会だけだよ。セリアさん、アキラさん、チョコチップさん、ありがとう。前髪の厚さもちょうどよくて、本当？なかなった。またたびさん、かずくんさん、ありがとう。あおいちゃんとクリスマスイブの時サビでハモリパート変えた？私ハモってないよ。私メロずっと主旋律歌ってた今日。テブニアさん、カズくんさん、ありがとう。ジェイポングさん、平たくさん、 Thank you。 アトムちゃん、めっちゃ可愛い、ありがとう。最近また可愛くなった気がする。そうかな、嬉しい。こんばんは。みちゅそっくりなトナカイと会話できて、ゆらさんがサンタコスの女の子探してるツイートが流れてきたので、みちを紹介しておきました。私もみちを紹介しておきました。ジユンさん、ありがとう。触覚ね。トナカイもうつけないの。あれ私のじゃないんだよね。そうだから、あの、ありがとうございましたって言って置いて帰っちゃった。きょうちゃんさん、まつまえさん、ありがとう。大チョコピモルさん、おふさん、ありがとう。ゆきかぜさん、ありがとう。ダーリナさん、見に行きたい。最近めっちゃ可愛い。本当？なんでだろう。みちの前髪は全女子の理想。そんなことないよ。好きすぎて苦しくなった。またたびさん、こうさん、ありがとう。きょうちゃんさん、ありがとう。福島太郎くんさん、ありがとう。りょうたさん、ありがとう。カラさん、ありがとう。ゆきさん、こもちんさん、ありがとう。今日はケーキ食べてないです。あ、でもいちご食べた。いちご、なんかさ、お腹いっぱいになってさ、途中で抜けてきたんだけどさ、いちご残っとるかな、ちょっと聞いてみよう親に。こんばんは。みちは褒められて調子に乗るタイプですか？そうですよ。エムケンさん、ゆきかぜさん、スカパラダさん、パフィンさん、ありがとう。今日のみちはもものすごく可愛いです。もしかしてメイクいいやつにしました？
よ。でも今日ピンクメイク。コックさんのしげさんありがとう。あ、たくさんあるって。いちご嬉しい、よかった。いちご来月誕生日来てしまうの。いいじゃん、お化粧バッチリ。まあね、サンタ着るから来たからね。うん、怒られてへこむタイプ。うん、コックさんのしげさんありがとう。ケーキって明日じゃないの？分からん。おーちゃんさんありがとう。お話し会電波で何言ってるか謎だったけど、いいこと言ってくれてたと思う。そうだよ、友達が待ち受けにしてるみちの画像を見て前髪切れてびっくりしてた。なんだろう、どの写真。ほーぽんさんありがとう。お話し会だから少し濃いめにお化粧したりとかするの。いや全然そんなことはないんですけど、まあハロウィンの時と今日のクリスマスの時は、うん、いつもよりしたかもな。寝不足さん、寝不足さんお誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。寝不足さん、おめでとう。おめでとう寝不足さん、しっかり寝てください。おーちゃんさん、デブニャンさん、親子丼さんありがとう。田中井村美月さん、かわいすぎて危なかった。危なかった、どういうこと。危なかったとは、何かになりそうだったけどならなかったってことでしょ。メンバーの誰かが撮ったみちの寝顔写真ずっと待ち受けにしてる、あれかわいすぎる。どれだ。もろさんありがとう。ところで外羽、外羽なんだけどね、うちになった。今日の自撮り全部かわいい。ほんと？だっちゃんざみちゅきさん、きょうちゃんさん、もろさんありがとう。ショールーム更新されてからログインできなくなって新しいアカウント作った。マジか。あー、待ち受けにしたら時間のとこ指差しとる風のやつ、それか。昔のブランコの告白な。懐かっていい。もうすぐおみそかですね。シックスス申し込みさせていただきます。ありがとう。またたびさんありがとう。へえ、チキン系のフード、今日はありがとう大好き。ありがとう。うん、好きなクリスマスソング、サンタクロースは渋滞中、 All I want for Christmas。あれシックススって読むんだ。え、多分。お仕事の連絡が来てるぜ。ちょっとツイートしていい？おやすみって。おやすみ。なんかね、
いい感じの写真があるからさ。待ってておくれよ。パッパッパラタッタ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 ラタン。今日の涙袋いいね。今日はなんかいい日だったな。めっちゃなんかクリスマスを感じた。メリークリスマス。つぶやいたよ、つぶやいたよ。つぶやけなかった。つぶやいた。ゆきさん、天使の絵の具さん、きょうちゃんさん、ゆきかぜさん、くま、ありがとう。幸せですね。うん、くれましたか。こんばんは、こんばんは。今日のみちゃん乗ってる日。クリスマスっぽい髪型、わかんない、なんだろうね。ピピピパポピピプセイ、ピピパポピピプセイ。うん、あ、携帯ケースいつもはつけてるんだけどね。真正面のツイート写真見て美人だと再確認した。どれ、真正面のツイート写真って、これ、これ漏れてるよね。そう、最近前髪うまくいくんだよな。親子丼さん、坪ゆうすけさん、ありがとう。ケータリングで会ったんです。ジェイポングさん、ももさん、ありがとう。坪ゆうすけさん、メロンパンさん、ありがとう。恋人がサンタクロース好き。恋人がサンタクロース。フーシェさん、ターくんさん、ありがとう。あの福ちゃんとのツーショットめっちゃ好きなんよ。シックスス絶対未知の話かとる、待ってます。例の歌、明日か今日にでも歌ってくれるかな。うん、ジュンさん、タークンさん、ナオヤさん、ありがとう。トシヒロさん、大月上島の風さん、親子丼さん、ありがとう。セブニアさん、キョウちゃんさん、ありがとう。なんでそんな一日綺麗に保てるのね。しかもこれ今日固めてないんですよ。うん、これいい感じ。
みんなじゃあもっとリツイートといいねして。大崎上島のカズさん、マー君さん、ありがとう。ホッポンさん、ありがとう。みんなありがとうね、本当に来てくださって。した、ありがとう。周りのみんなにも広めて。鍵垢でいいねリツイートさせていただきました。ありがとうございます。リックさん、葵さん、ありがとう。でもそんなにさ、漏れてる漏れてるってさ言ってくれるんならさ、なんかこれからもピンクメイクの方がさ漏れてるって言われるのかなって思うよね。どう思う？雪風さん、ありがとう。ミラーボールに雪。友達がしてで一番可愛いと思ってたので道の沼落とし。すごい嬉しい。オレンジハボク、あーメイクね。オレンジブラウン派、マジか。オレンジの時とメイクの仕方が違うの。でも色が違うだけで結構違うよ。こんばんは。今日はピンク。シックスお話し会よ、4月以降は未定。未定なのか。まあでもね、結構先だもんね。本物が美人な場合は漏れてるって褒め言葉なの。分かんないね。ピンクはたまにするのがいいところでもある。確かに女の子の言うこと、女の子が言ったら確かになるな。メイクのこと。デサイズハートさん、ありがとう。再びさん、ありがとう。みちは100人中100人が可愛いっていう顔してるって友達と話してた。違うよ。こんばんは。自分もその真逆だと思ってた。すごい。やたろうさん、デサイズハートさん、ありがとう。物好きじゃ、物好きって言ったらあれだけど、ビタッ、あま、ハマる人にはビタッとハマるのかなみたいな。でもって感じだと思ってた。今日の画像はどれも可愛かったです。本当？いつもは。スカパラダさん、ありがとう。シックススは誕生日で被ってる日がある。最高。そう、少なくとも僕は大好き。それだけで嬉しいよ。ハマりました。よかった。ジャストミート。どうせ俺はアウトロー。気づいたらバッチリハマってた。顔面が好きすぎる。お高い。なんかみんな言葉のプレゼントくれるやん。カミテルさん、ありがとう。イブ感なしなんだ。トナカイの、トナカイイメージしてるけどな私。こう見えて。あかん、ほんまにミチと付き合いたい。どうするん。でも付き合ったらさ、もう大変だったら。絶対可愛いって言ってくれるからみちの写真友達にガンガン見せてる。いやー、そんなこと分からんけどさ、そんな、そんなことを言ってくれる方がいることが嬉しいよね。
トナカイに見えてきたでしょ、うん、そうなんですよ、トナカイなんですよ。大変でもいいから付き合ってくれる再婚してください。再婚ってまず一回してるってこと、あ、そういうことね、あなたがってことか。アマズさん、またたびさん、ありがとう。一度付き合える世界線って何、考えるだけで幸せなんだけど。女の子の皆さん、そんなセリアさん、ありがとう。うん、顔、声、歌、ダンス、G、すべて好き、ありがとう。うん、3番目のツアーあー面白い。うん、みんなテンションがクリスマス、いいことやん。調子に乗るタイプですか。そうですよ、未知の良さは北海道のようにじわじわくる。どうやったらガーンっていけるんだろう。深夜さん、マッサ61さん、ありがとう。夢の中で今日結婚した、マジ？どっちが男だよ。顔もフェイスも好き本当一緒やけどな。ありがとうございますわ。そんなフィルターがかかってるだけだよ。みんなありがとう、でもそうやって言ってくれて。骨格も好き沼みたいにズブズブ、うん、どんな姿でいても自然と落ち着く。声が好き、声が好きもね、意外とよく言われるんだよね。嬉しい、オタクのことも褒めてくださいみんな嬉しいよ。そんな人のことを、あのね、人の良さに気づける方ってすごく素敵な人だと思ってるからさ。だから皆さんは本当に素敵だと思う。みんな、みちって真面目そうで真面目じゃないけど真面目。ああよくわかってるね。なんか好きなんよね。なんか好きってのが一番好きってことなんじゃない、もしかしてね。唇が好き、まあね、いい唇してるからね萌え台詞が上手な道、最近もっと上手になった、吹っ切れた。直也さん、ありがとう。人生でこんな好みの顔なの、みちだけ。嬉しいよ。いろんな人の良さに気づいてるだけです、 DD。 そう、でも DD の皆さんも、そのみんな本当にいろんな、たくさんの人間のさ、良さにたくさん気づけるところが素晴らしいし、でも楽しいでやってる皆さんも、その一人の人応援し続ける、思い続ける強さっていうのもすごいあると思うから、本当に皆さん素晴らしいんですよ。素敵な方々ばかり。私はそんな DD、 おい DD ってやってない。そう、いつも素晴らしいですねって言う人だもん。モダイリトナカイが可愛くていいな。キヨシこの夜歌ってって言われたんですけどさ、キヨシこの夜さ、ショールームで歌っていいのかな、もう著作権ないかな。単押し詐欺には厳しいって聞いた。あー、それはそうだよね。
だって嘘だもん。おはよう。はい、13位ダダダダムドさん、12位コモチンさん、11位シケマシンさん、10位セリアさん、9位アトムちゃんさん、8位コウさん、7位ユキさん、6位ギルスさん、5位ツボイユースケさん、4位ユキカゼさん、3位マタタビさん、2位タークンさん、そして1位はドゥルルルンジちゃん、ダッチャンザミチュキさん、そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルンジちゃん、カラフルブリー22さん、ありがとう。それでは今日も一日お疲れでした。ありがとうロバイツラバースイッチ。あん、大変大変、おわち、か、変わっちゃったよ。ありがとう皆さん。あの、メリークリスマスイブ。皆さんのおかげでいいクリスマスイブでした。お話し会来てくださった方々ありがとう。ダッチャンザーミチキさん、またたびさん、タークンさん、ゆきかぜさん、セリアさん、つぼゆうすけさん、ギルスさん。ありがとう。また明日。